笑顔よ。ネタかける。中尾、遠藤。すごいね、すごい時代ですね。ゴールデン世代ですね。もうまあ結構いるよね。だけどまとまりがない。助かった。おじいちゃんに。あの、なんか吉岡さん言ってましたけど、わしゃ、俺はあれだ、あの、仲良くしてくれるやつらおらんけなみたいな、ちょっと広島弁と博多弁と早いんですけど、あの人はなんかその俺は仲間がいないって、それで YouTube できんですかみたいな。仲間がいないんじゃないよ、避けてるよ近寄らせない結構言うだけ言ってきた男だから、うん、後悔はすごいしてるわけ今なんですね、本当は後悔してるんですね、うん、だからあいつは現役時からずっとそうよ、監督でもそうだけど、言うだけ言いたい、とにかく言いたい、言いたいんですで、一言多いって俺いつも言うんだけどいや、言ってすっきりしないんだけど、言って後悔するわだったら言うなよあ、意外にちゃんと後悔してるんですね。そう、すごい 気使う方なの。あ、そうなんですか。気使う人間がなんであんなこと言うかなと思うぐらいそれずっと聞いてきてるから寮でね、やっぱり打たれたとかバッティングやったとか、そう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 、よく聞きますけど、やっぱ後悔してるんですね、いろいろそのプライベートでは。でいろんな笑いじゃないけど、笑いも誘ったプレーとか、はい、いろいろやってんだけど、あれは彼なりの必死さなの。だって当たってないの当たったとかよ。ああ、なるほど。詰めて。あ、吉彦さんもそういうことやったんですね。あ、達川さんですね。達川さんってどういう人なんですか、本来は。達川は野球よくして、記憶力の抜群のいいやつ。で、いろんなところ状況とか動作力とかすごいある。だけど、一言というか、物の言い方によっては勘違いされる、うん、広島だから通るけど、はい、あれが県外から来た人間にあの口調で言ったら常に怒られてる確かにです、まあ、いや、よしもそうだったよな。その昔先輩にお前あれこれってちゃんとやらんかいとか言って、かばち垂れるなとかって言われて、かばちって言うんですかで、広島でね、はい、で、よし東京の人間じゃない、はい、北海道から、はい、カバシって何ですか言ったら、それがカバシなんだ余計なこと言ってるやつ。まあいろいろあったよね。達川さんのあのプロ野球選で一緒なんですけど、なんかニコニコして、この靴はええじゃろって言うんですよ。ええと思ったら、ゴルフシューズ履いてきてました。あのね、意外と服装にも通っちゃって。いや、あいつのいっぱいあるよ。あの移動中、この辺からバイアス総合から赤いのが出てたわけ。たら野球カープのあのシャツよ。それを肌着で着てるわけよ。いや、あいつ寒がりだから、すごい。で、いや、これとあったかいじゃないとか言って。で、それだったらクリーム出せるじゃろ、洗濯に。ただね昔からあんななんですね。で、どっかで解説になって、ちょっとこう服装にちょっと興味持ったんだよな。多分、奥さんの影響かな。はい。まあ、それでもやっぱり見てたら独特だよ。で、なんでゴルフシューズ履いてんですかったら、今度ゴルフ行くから鳴らしてるって新幹線も履いてきたってんですよ。俺一回ゴルフ場で、それぞれゴルフシューズじゃないけど、はい、この前が取れて、はい、ゴルフしながら歩きながらパッだどうするかと思ったら、どこか紐持ってきて紐で結んでまあ面白かったよ本当に。俺優勝してハワイに優勝旅行行ってゴルフするじゃん、はい、で俺ら若いから初めてゴルフするじゃん、はい、そしたらなんかカートの商品なんかやたら背の高いのが乗ってるわけよ。買ってみたらカートガキ、あのバンカーの真ん中がバンカーガキ、はい、あれを気をついてるって誰が入れたいって言ったら俺よとか言って、あんなこれはちゃんと置いとくのはダメだろうって言ったら、いや次バンカーでこれ使えるだろうよ隣に次のバンカーもあると思われてたんですまあね、それ真面目に言ってるんですかね。真面目よ。そうです、うん、真面目で、あのソフトバンクヘッドコーチだったじゃないですか、うん、僕と池田千佳さんと飯飲んでたら、そこに達川さん来るって言ったんですよ。試合終わりに来て、なんかその言ってないみたいな話になってて、焚きつけたら何日か後に胸ぐらつかんで後ろついてたんですよ。いや、そういうとこあるんやつ。吉田君すごいずっと心配だったやつね、その行動が。大野さんあれですか、大野さん自体はどこ、島根どこでしたっけ。俺は島根の出雲。いや、出雲っすか。そうそう、なんかあのうちはあのこれも撮ってんの、うん、撮ってんでしょ。いや、母子家庭って聞いて。そうそうそう、だから俺はもう小さい頃は親父を死んだと聞いたんだけど、結局、うん、生き別れよ、離婚よ、うん、僕は死んでんですよ、うん、
で、江夏さんにもめちゃくちゃ可愛がってもらって、今でも江夏さんも母子家庭じゃないですか。 そう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 。そしたらその調べると大野さんも江夏さんのなんか弟みたいな感じで、江夏さんもなんか可愛がってるって話を聞いてて、弟と思ってもらえたのか、こっちは思えなかったよね、弟、そういう感覚は。あ、そうですか。大先輩、雲の上の人というイメージだから。あ、そうですか。いや、いきさつと言ったらこれ長いんだけど、俺はもともとジャイアンツファンよ。田舎伸びてもジャイアンツしかテレビないから、そうなんですね、大野さん、長嶋さん世代なんだけど、あのそのジャイアンツの相手に江夏さんがタイガース阪神時代、はい、まあ、小勝負で投げてる姿がすごく憧れて、はい、もう左ピッチャーで言ったらあの人が自分の中ではもうナンバーワン、はい、まあ、そういう流れで、で社会人になって軟式野球始めたけど、はいはい、その時につけた背番号が28番よ。でキャッチャーが22番よ、はい、でそれ偶然ですか、もらった番号が自分が望んだ28がいいって言って、それで偉そうに俺は江夏豊かだけど投げたというような時代ないよ。キャッチャーは田淵さん。あの22です。だから江夏田淵のバッテリーで社会人で3年間やってきたわけ。でそれぐらい江夏さんに対しての憧れというのがあったわけ。はい、で、その3年後というか、たまたま縁あってというか、自分の気持ちの中で、プロでちょっとやってみたいなと、はい、まあ、いうことでプロに挑戦してテストを受けたと。はい、まあ、そこで、まあ、受け入れてもらってね。はい、でそれが77年、で、まあ、とんでもない数字で1年終わったけど、そうなんすか。で2年目にその江夏さんが広島にトレードで来られるわけよ。はあ。で全くその格の違いってあるじゃない。例えば俺1年目にテストを受けて、2月テスト受けて、はい、77年で、2月ですか。2月に特別あの受けてもらって、で、はい、当時はあの沖縄キャンプがなくて、はい、宮崎にちなんと、はい、それと呉の二高球場でやってるからということで、呉の二高球場に参加して、はい、そこで見てもらった、で、まあ、うまくって偶然もたまたまにか受かったわけ。うん、で3月に入団して、はい、で5月から2軍で投げ出して、はい、8月に一軍上がったわけよ。ちょうど1ヶ月後の9月4日の阪神戦で初登板、はい、旧市民球場で、掛布だけはショートフライでアウト取ったけど、はい、タイムリー打たれ、結局満塁になって、はい、当時の阪神、片岡さんでキャッチャーの人が、はい、その人に満塁ホームラン打たれて、はあ、3分の1回5失点、で、フォアボール出して交代よ。で、1年目の自分のその防御率が135点よ。で、天文学的な数字で当時もうそれで終わったんですよ。話題になって、まあ、普通だったらそれで終わりよね。あ、そうですね。当然もう次から2軍だから。あ、そうですね。まあ、当然ショックだったし、はい、まあ、当時コーチからお前は間違っても自殺すなよと、そのぐらいのことだったですねって言われるぐらいで、ね、でもただ母親に電話した時には、あ、まあ今日やられたと、うん、でもまあその一言言って大きかったけど、一、うん、回の失敗で諦めるなと、はあ、とにかくもう一回頑張りなさいと、はい、いうことを言われて、すぐにはねできなかったけど、はあ、よく考えたら、はい、3年間軟式野球でまともに練習もせず、そのプロじゃないわけだから、そういうことですね、うん、でそういう中でやってきた男がプロに入って、逆にその年に自分に挙げれたということは、すごいことですよね。やることをやれば、ま、もう一回チャンスがあるかなと、はい、でそこで受け入れたのが、まあ、当然技術の足りなさ、はい、まあ、メンタル的な精神面の弱さとか、はい、あとあの体力とか、はい、で、ま、間違ってもその大事なキャンプもしてないじゃん。そうですね、2月1日の3月ですもんね。基礎体力もできてないと、はい、いう中でもう一回じゃあ2年頑張ろうと、その秋からそういう気持ちになってやったつもりが、はい、2年目に江夏さん来られたわけ。で別に接点というのはほとんどないわけ。猫は憧れしかないわけですよ。憧れしかない、ね、でもこだってどこのぐらい誰やつやのもんじゃないですか。当時の小葉監督が、はい、アクロ年のそのキャンプから、はい、まあ、同じ左手、はい、豊かで、はい、母子家庭で、なるほど、まあ、こういう子がいると、はい、でちょっと見てくれんかということをなんか言っていただいて、はい、で、まあ、皆さんそれを了解してもらって、でもキャンプからずっと、あ、キャッチボールから、はい、ブルペンから、はい、見てもらって、で、まあ、フォームの矯正とか、はい、まあ、いろんなことを教わりながらやってきて、はい、2年目のオープン戦が結果が出たわけよ。へー。15回で無失点と。